青コーナーよりベイク・ゲルハルト入場。さあ、驚異のハードパンチャーノックアウトキングが入ってまいりました。赤コーナーより松木浩二郎入場。さあ、今宵も戦いのジャングルに身を投じますこの男、入場であります。行けよ、頑張れ。バーディートゥードゥルール、5分3ラウンドを行います。青コーナー193センチ、110キロ、ベイク・ゲルハルト。行けよ。赤コーナー177センチ、90キロ、松木浩二郎。レフリー山本虎鉄。頑張れ。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、始まってしまったんですが、勝負の分かれ道はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、まあいかに自分の得意な形に持っていけるかじゃないですかね。グラウンドでも立ち技でもいいんで。なるほど。さあ、どちらがその展開に持っていけるのでありましょうか。パンチであります。あんまり打撃に付き合わない方がいいですよね。はい、そうですね。掴んだ、ストバックに突き刺さります。ローを打ち込みます。ローキック行くのか。バット返します。ローを打ってまいります。パンチ攻撃です。鋭いキックです。掴みます。顎を狙ってまいります。顔面を捉えます。ガードします。ここから崩していきたいですね。狙いますよ。パンチで返します。させません。パンチで返します。させません。パンチで返します。おっと、外した。おっと、逆に捉えた。そのまま倒していった。スイープで切り返す。ここは捉えていく。マウントからのパンチ、馬乗りからパンチを浴びせる。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。外した。ローを打ち込む。首根っこを掴んだ。ブロックした。ドロップキック強烈。強烈なローだ。ガジェット組み合った。バット逆に返した。ローキック強烈。ローキック、ローキック、一気にいけますよ。はい。ああ、ブロックしてますね。おっと、外した。ローキック強烈。小脇に抱えた。強引に力を持ってきましたよ。強烈なローだ。ローを打ち込む。おっと、キャッチした。テイクダウンを奪った。逆に上になった。ガードポジションに。あーっと、もろに入った。ダメージでかいですよ。あーっと、フック強烈。掴んだ。ガードした。おっと、あ、
厳しいですね。はい、させません。ブロックした。パスガード、ガードの体勢、あっ逆にパンチ、五臓六腑に締め、そのままパンチを放っていく。グラウンド状態からのパンチ攻撃、逆に上になった。ガードポジションに移行した。ああ決められませんね。はい、させません。あっと返した。あっ逆にパンチ、外した。強烈なローだ。ローキック強烈。頭を掴んでアッパー気味のパンチ、顔面を捉えた。あっとここで試合を止めた。青コーナーよりチーターカール入場。さあキック界から殴り込みをかけてまいりましたこの男、入場であります。赤コーナーよりベームシュトゥルム入場。さあ戦う超高層ビル、歩く山脈が入場してまいりました。行けよ、頑張れ。バリトゥードゥルール、5分3ラウンドを行います。青コーナー192cm 102kg チーターカール頑張れ。赤コーナー2m11cm 112kg ガンガン行け。ベムシュトルム頑張れ。レフリー山本小鉄、行けよ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。まあ試合のポイントなんですが、どのあたりになりますでしょうか。そうですね、難しいんですが、まあいかに得意なポジションにつなげられるかが鍵になると思いますね。となりますとタックでいかにテイクダウンを奪うかと。そうなるんじゃないでしょうか。スタンドいいですよ。これだと相手は懐に入りにくいですよ。そうですよね。掴みます。させません。掴んだ。逆に返します。テイクダウン。フロントに捉えます。2位を突き上げます。キックで間合いを取ります。キックで返します。掴んだ。ストマックへの攻撃であります。掴みます。キックで返します。あっとパンチであります。
前蹴りで牽制してまいります。掴みます、逆に返します、キックが顔面を捉える、脳を打ち込みます、キックで牽制していきます、前を嫌ってまいります。あ、危ない、これかなり効いたんじゃないですかね。おっと、ロックアウト、青コーナーよりポールサバンナ入場。さあ、驚異のハードパンチャーノックアウトキングが入ってまいりました。赤コーナーよりネモ入場。英雄が今入場であります。頑張れ、ガンガン行け。ダーリトゥードゥルール5分3ラウンドを行います。青コーナー190センチ、119キロゴールサバンナ。頑張れ。赤コーナー186センチ126キロネボー。レフリー山本小鉄。今ゴングが鳴りました。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技寝技の展開に持っていけるかですね。この辺がポイントじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。掴んだ、ブロックします、キックが顔面を捉える、ここから崩していきたいですね。狙いますよ、抜けてまいります、掴みます、ガードします、フロントネックロック、テーブルに巻きついた、掴んだ、させません、顎を狙ってまいります、抱えます、膝を使ってまいります、掴みます、逆に返します、顔面を捉えます、掴んだ、パンチで返します、掴みます、パンチで返します、ガードちゃんと上げた方がいいですね。ちょっと危ないですよ。はい、させません、顔面が歪みます、テイクダウン、外してまいります、そのまま倒してまいります、パンチで返します、させません、外してまいります、小気味のいいパンチです、組みに行きます、そのまま投げてまいります、ナックルを打ち込んでまいります、掴みます、あっとパンチのラッシュ、ローキック強烈、掴んだ、ブロックした、打っていく、ローキック、
強烈なローだ。おっと、逆に捉えた。させません。おっと、キャッチした。フック。おっと、かぶった。顔面を捉える。そのまま倒していった。おっと、外した。顔面を捉えた。あー、やばいですね。はい、外した。ジャブを打っていく。ブロックした。あっと、フロントからのチョークスイーパーか。そのままパンチを放っていく。グラウンド状態からのパンチ攻撃。危ないパンチ攻撃。そのままパンチを放っていく。マウントに移行した。あー、マウントパンチ。ガブリの体勢に移行した。あーっと、顔面にヒットした。させません。ガードした。ブロックした。あっと、外した。外した。あっと、モロに食らった。これ危険ですよ。首根っこを掴んだ。あっと、逆にパンチ。キックが顔面を捉える。あっと、テイク。ストバックに突き刺さった。あっと、外した。外した。あっと、フック。ガードした。ハイキック。ローキック。強烈、強烈なローだ。ローキック。頭を掴んでブロックした。ハイキック。側頭部。あっと、ここで試合を止めた。青コーナーより桜木ジェット旅人入場。入場。行けよー。行け。
バーディートゥードゥルール5分3ラウンドを行います。青コーナー171センチ76キロ、桜木ジェットタビート。赤コーナー185センチ115キロ、マリクベアー。レフリー山本小鉄。いけよ。さあ運命の鐘が鳴った。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。うまく足抜きましたね。はい、ガードを取ります。逆に上になります。下から返してまいります。パンチで返します。させません。ストラックを狙ってまいります。足を絡めます。スイープうまいですね。はい、ガードを取ります。スイープしてまいります。足を絡めます。上を取ります。下から切り返します。パンチで返します。させません。させません。パンチで返します。足を絡めます。スイープしてまいります。ガードを取ります。逆に上になります。逆に上になります。バックを取ります。危ない。バックからのマウントパンチ。相手も読んでますね。下から切り返します。フロントに捉えます。簡単にはいきません。相手の距離に入らない方がいいですね。間合い取りたいですよね。腕をフックします。膝を使ってまいります。抱えます。チェックレッツ強烈ですね。ダメージありますよ。はい、ローを打ってまいります。フロントに捉えます。正面からの投げを見舞います。マウントを取ります。下から返してまいります。足を絡めます。上を取ります。下から返してまいります。マウントに移行します。ストラックに突き刺さります。ガードを取ります。逆に上になります。下から切り返します。あっと返した。させません。あっ、逆にパンチ。させません。これは厳しいですね。はい、五臓六腑に染み渡る。こらえたいですね。あっと、ストラックの当たり。あっと、ジャブ。あ、危ない。これかなり効いたんじゃないですかね。あっと、パンチ強烈。ガードポジションに移行した。スイープで切り返す。ああ危ない危ない。ガードの体勢ブロックした。逆に上を取った。馬乗りからパンチを浴びせる。あと下から返した。強引に力を持ってきました。あとここで試合を止めた。青コーナーよりマイク・オールマン入場。
コーナーより大阪大使入場。今宵も戦いのジャングルに身を投じます。この男入場であります。行けよ行け。バーディートゥードゥルール、5分3ラウンドを行います。青コーナー185センチ、111キロマイクオールマン。いけよ。赤コーナー180センチ、100キロ、頑張れ高坂大志。レフリー山本小鉄。頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますか。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。スイープしてまいります。グラウンドでの膝蹴り、下から返してまいります。上を取ります。させません。グラウンドの打撃効果的ですよ。はい、サイドポジションから膝をぶちかんでいく。逆に上になります。危ないパンチ攻撃。下から切り返します。スイープしてまいります。これは読まれてますね。はい、上を取ります。逆に上になります。ガブリの体勢に移行します。リバースで返します。重いですよ打撃、ディフェンスした方がいいですね。危ないですね。パンチで返します。バックを取ってパンチ攻撃。パンチで返します。させません。パンチで返します。顔面を狙ってまいります。ロックアップ、返してまいります。下半身のバランスがいいですね。腰が安定してますよ。テイクダウン完璧ですもんね。ガードします。グラウンド状態からのパンチ攻撃。目を取ります。これは厳しいですね。グラウンドでの膝蹴り、即射砲。逆に上を取った。スイープで切り返す。危ない危ない、ダンジャラスな膝蹴りだ。あっと、膝を折っ立てていく。逆に上になった。ストバックに突き刺さった。スイープで切り返す。逆に上になった。これは狙いますよ。下から切り返した。ジャーマン降格だ。ローを打ち込む。強烈に叩きつける。バックに回った。スイーパー、ジョークに入った。整えたいですね。スイープで切り返す。逆に上を取った。逆に上になった。ガードポジションに移行した。逆に上になった。下から切り、ネックロックガッチリと入った。落とすのか。ここで無限のゴング。
コーナーよりベイビーバッドエッジ入場。万人が堂々と入ってまいりました。赤コーナーよりクリントン・ランデル・ジョンソン入場。186cm 110kg ベイビーバッドエッジ。赤コーナー 185cm 90kg 頑張れクリントン・ランデル・ジョンソン。頑張れレフリー山本小鉄。頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、始まってしまったんですが、勝負の分かれ道はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、まあいかに自分の得意な形に持っていけるかじゃないですかね。グラウンドでも立ち技でもいいんで。なるほど。さあどちらがその展開に持っていけるのでありましょうか。抜けてまいります。掴んだ、ガードします。あんまりもらうと危ないですよ。ガード上げて、ガード危ないですね。あっとパンチです。パンチを打ち込んでまいります。掴みます。させません。ナイスタックルですね。完璧にカウンターをつきましたね。ええ、カウンター気味に入りましたね。あっとマウントからのパンチ。足を絡めます。外してまいります。掴んだ、逆に返します。掴みます。キックで返します。抱えます。打たせません。ブロックします。顎を狙ってまいります。顔面を捉えます。顔面を捉えます。パンチを打ち込んでまいります。そのまま倒してまいります。外してまいります。上から潰します。抜けてまいります。ブロックします。あっとパンチです。ローキック、ローを打ってまいります。掴んだ、顔面に突き刺さります。ストバックに突き刺さります。顔面が歪みます。あっとそのまま倒します。パンチで返します。パンチで返します。外してまいります。テイクダウン。そのまま体を浴びせます。抱えた、させません。あと、かぶった。あと、外した。あと、テイクダウン。あと、返した。あと、逆にパンチ。逆に上
整えたいですね。ええ、ガードポジションに移行した。外した。アマルス式のタックル、投げ捨て式のパーボール、マウントを取った。逆に上を取った。スイープで切り返す。あっと外した。首根っこを掴んだ。あっと返した。あっとテイクダウン。逆に上になった。そのまま浴びせてまいります。グラウンドに移行する。パワーボール、投げっぱなし。タイトル、外した。あ、入ったか。引きました。今ガブリの体勢に移行した。投げっぱなし。パワーパワー。おっとノックアウト。コーナーより冷徹なるプロレスハンター、ミクロプロポリス入場。最強の外敵、冷徹なプロレスハンターが入場してまいりました。赤コーナーよりアンドレイ・ジルバ入場。戦慄の膝小僧を持つこの男が狂気の表情で入ってまいります。青コーナー、188センチ、95キロ、ミクロプロポリス。赤コーナー、182センチ、90キロ、アンドレイ・ジルバー。レフリー山本虎鉄。ガンガン行け。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技、寝技の展開に持っていけるかですね。この辺がポイントじゃないですかね。ありがとうございます。あとパンチです。スタンドいいですよ。これだと相手は懐に入りにくいですよ。そうですよね。させません。上から潰します。これは体重が乗ってますよ。あっと膝を折っ立てていく。グラウンドでの膝蹴り、デンジャラス膝蹴り。グラウンドでの膝蹴り、速射砲、デンジャラス膝蹴り。打ち込むか。
抜けてまいります。ガブリの体勢に移行します。外してまいります。掴んだ、パンチで返します。顔面が歪みます。ブロックします。あーっと、ストッピング危ない。掴みます、ガードします。あーっと、飛び膝蹴り。マウントに移行します。足を絡めます。パンチで返します。させません。パンチで返します。させません。させません。グラウンド状態からのパンチ攻撃、危ないパンチ攻撃。抜けてまいります。ローを打ってまいります。あっと、パンチであります。あっと、そのまま倒します。ハイキック側頭部、マウントに移行した。ガードポジションに移行した。入ってますね。そのままパンチを払っていく。集中しないとダメですよ。はい。あー、マウントパンチ。馬乗りからパンチを浴びせる。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。おっと、しがみついていった。182cm 103kg、ロシアンエンペラーピョートル。赤コーナー
176cm 108kg 頑張れー、デガルロブハンキン、レフリー山本小鉄、いけよー。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ、まずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。パンチで返します。させません。パンチで返します。これは相手のスタミナを奪いますよ。そうですね、外してまいります。あんまり打撃に付き合わない方がいいですよね。はい、そうですね。あっと、デッドを捉えた。強烈に打ち込みます。あっと、そのまま倒します。ストマックを狙ってまいります。逆に上になります。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。ガードを取ります。抜けてまいります。掴んだ。させません。テイクダウン。抜けてまいります。掴みます。ストマックへの攻撃であります。掴みます。ガードします。すごいフックが決まった。上からガブります。外してまいります。掴んだ。ブロックします。ロシアンフック強烈。今入るタイミングよく見てましたね。完璧に隙をつきましたよ。はい、カウンターつきましたね。ストバックに突き刺さります。ナイスパスガードですよ。はい、足を絡めます。外してまいります。お気味のいいパンチです。逆に返します。掴んだ。パンチで返します。あ、入ったか。来ました。今あっと、返していった。あっと、パンチ、あっと、パンチ強烈。あっと、逆に切り返した。顔面を捉えた。上になった。外した。フロントに捉えた。おっと、外した。ジャブを打っていく。ガブリの体勢に移行した。逆に上になグラウンド状態からのパンチ攻撃。ガードしたいですね。危ないパンチ攻撃。あっと、ストバックのあたり。そのままパンチを放っていく。おっと、外した。あっと、顔面にヒットした。ガブリの体勢に移行した。おっと、外した。バックルで倒した。外した。あっと、パンチ。なんとかしのぎたいですね。そうですね、グラウンド状態からのパンチ攻撃。逆にパンチ。これは厳しいですね。おっと、外した。おっと、もう一回。危険ですよ。あっと、パンチ強烈。あっと、返した。させません。させません。あっと、返した。そのままパンチを払っていく。ギブアップを宣言しました。コーナーより一族の誇りを背負い、ボイスステイシー入場。赤コーナーよりアイアム
UWF 田村清入場。アイアム UWF U 最後の遺伝子田村清が入場してまいります。青コーナー185センチ、80キロ、ボイスステイシー。頑張れ。赤コーナー180センチ、87キロ、田村清。田村レフリー山本小鉄。頑張れ。ゴングが打ち鳴らされました。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技、寝技の展開に持っていけるかですね。このようなポイントじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。スイープうまいですね。はい、させません。これは読まれてますね。はい、強烈に打ち込みます。パスガードしましたよ。ねえ、もらいすぎると危ないですよ。そうですね。あー、マウントパンチ。あっと、マウントからのパンチ。馬乗りからパンチを浴びせる。逆に上になります。上を取ります。ガードを取ります。バックを取ります。下から切り返します。抱えます。パンチで返します。そのまま倒してまいります。ストバックを狙ってまいります。スイープしてまいります。足を絡めます。バックに回ります。下から返してまいります。不用意に行くと危ないですよ。はい、スイープしてまいります。足を絡めます。上を取ります。ガードを取ります。逆に上になります。させません。パンチで返します。パンチで返します。させません。バックに回ります。あー、後頭部へのパンチ攻撃。させません。上から潰します。ストバックに突き刺さります。テイクダウン。マウントに移行します。パンチで返します。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。させません。ああ、完全に決められませんね。はい、ガードした。あ、逆にパンチ。ダメージありますよ。はい、ブロックした。させません。あと下から返した。タックル。ギブアップを宣言しました。青コーナーより450戦無敗ニクソン・ステイシー入場。
赤コーナーより驚異の IQ レスラー柏田和樹入場。柔術ハンターが今軽快に入場してまいります。青コーナー178センチ85キロ、ニクソンステイシー、ガンガンいけ。赤コーナー頑張れ、180センチ85キロ、ガンガンいけ。柏田頑張れ和樹、レフリー山本小鉄。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、突破口ありましたらお願いしたいんですが。そうですね、相手の間合いに入らないようにして自分の距離で戦っていきたいですよね。それがポイントになると思いますよ。あ、なるほど。上を取ります。逆に上になります。うまく返しましたね。下から返してまいります。バックを取ります。ストバックを狙ってまいります。危ない、バックからのマウントパンチ。バックに回ります。バックを取ります。あー、後頭部へのパンチ攻撃。バックを取ってパンチ攻撃、強烈に打ち込みます。バックに回ります。下から切り返します。あっと、そのまま倒します。打撃、威嚇に入ってますね。そうですね、警戒してますね。はい、上を取ります。パンチを落としていく。させません。切り返します。テイクダウン。逆に上になります。足を絡めます。スイープしてまいります。下から返してまいります。逆に上になります。下から切り返します。スガードしましたよ。ガードを取ります。スイープしてまいります。ブロックします。逆に上になります。マウントに移行します。ガードします。下から返してまいります。下から切り返します。フロントに捉えます。そのまま倒してまいります。危ないパンチ攻撃。ストバックに突き刺さります。パスガード。あー、マウントパンチ。馬乗りからパンチを浴びせる。逆に上になります。バックに回ります。あー、後頭部へのパンチ攻撃。逆にバックに回った。バックを取り返す。愛を取り返す。バックを取り返す。逆にバックに回った。あっと、下から返した。崩し方うまいですね。足の使い方がうまいですよ。あー、なるほど。危ないパンチ攻撃。うまくコントロールしてますよ。逆に上になった。マウントに移行した。ガードの体勢。パスガード。ダメージありますよ。はい、ここでゴングが乱打されます。